はい、去年頑張って、トレーニングに励んだけれども、どうしても、思ったような結果が出ないと。で、今年どうしていこうかなっていう考えているあなたに対してのメッセージを送ります。なかなか、成果が出ない人っていうのをよく見ているとですね、特徴として、同じトレーニングを行っているというのが一つ挙げられます。同じトレーニングを同じ重さで同じ回数行っていると。で、フォームも同じように行っている。この場合だと当然最初は効果あるんですけれども、そのうち、全く変わらなくなるということが考えられますので、トレーニングに対して変化をつけていくことですね。加圧トレーニングだけやるんじゃなくて、普通のウェイトトレーニング、マシンを使ったトレーニングやフリーウェイトでのトレーニングもやると。で、またヨガとかピラティスとか、インナーマッスルを鍛えるようなトレーニングも入れていくと。それプラスアルファ、走ったり、格闘技をするとかですね、そういう、スパイスを入れていくというようにしていくと、だいぶ効果が出やすくなると思います。去年成果が出なかった人は、去年の自分のトレーニング内容を見直してみて、どこに、今年はスパイスを入れていくかですね。変化のあるトレーニング内容、例えばその、同じように加圧トレーニングだけやるにしてもですね、フォームを変えてみるだとか、ウエイトを持ち上げる時のスピードを変えてみるとかですね、逆にウエイトをゆっくり下ろすようにするとか、セット数を増やす、で、レップ数を増やすというような、小さな変化を日々入れていくことというのが、とても成果を出すために大切になってきます。去年成果が出なかった人はこの辺りを見直して、今年こそは絶対に成果を上げるトレーニングを、やるようにしましょう。以上です。